さつきちゅ。違う違う違う。はい。にゃんにゃん。にゃん。にゃんにゃんにゃぎやるまで私やらないから。やらないよ。なぎちゃん。え、何が？にゃん。じゃあ、だからそういうのが良くないんだよ。本当に許せない。許せないじゃない。こっちが許せない。早く。そういうのが良くない。違うよ。これやらせていいんだよ。うん、違うよ。ほら違う違う違う、何も反論できない。じゃあニャギっていうだけでいいよ。え、私はじゃあ、うん、サツキッチやってくれたらいいよ。え、いくらでもするよ。じゃあそこ枠外だから。違う違う違う、それ枠外だから。うん、映ってないから。はい、じゃあこっち。ニャンニャンニャギ。はい、じゃあ後でネットに。おお、ほら、わーってきた。どっか撮った。すごい、さっきからね、ツキッスっていうものが見えてる気がするんですけど、どうしよう。これミクが考えたんだもんね、だってね。ニャンニャンもミクが考えてる。そう、ミクちゃん必殺技製造機すごい。痛いな。はい、やったよ。見てなかった、はい、だからちゃんと言わないと意味ないんだって。だってニャギだって、ニャギだけだって。はい。ニャンニャン、なんか怒ってるよね。一回やってみて。全然ダメ。もっともっとこう上目遣いで、もうちょっと上目遣いで嬉しそうな声でやってみて。にゃんにゃんにゃぎ。うん、ダメ。惜しいけどダメ。もっとこうにゃんにゃんにゃぎ。こう首の角度もつけて、ちょっと斜めにして、うん、あともうちょっと声のテンションも上げよう。もう一回行こう。うん、このテンション。にゃんにゃんにゃぎ。はい、かわいい。せーの、にゃんにゃんにゃぎ。ちょっと待って、はあ、まだ外しちゃダメだって。じゃあもう最後になったよ。あと1分、なんか言っときたいことある？あと1分。いや、にゃんにゃんにゃぎでもいい。あ、やったっけ。なんでそういうせっかくつけてるか。ほら、もう時間ないからね。はい、いきます、せーの、にゃんにゃんにゃぎ。みんなお腹痛い。せーの、みんなでみんなでにゃんにゃん。じゃあなぎもね。せーの、にゃんにゃんにゃぎ。せーの、にゃんにゃんにゃぎ。ありがとう、見てくれてたくさん。キュンキュンやっとこうよ。うん、もう大丈夫だよ。キュンキュン発見、バイバイ。ミニキュンキュン、ネギタンさん、シュワシュワシュワ、バイバイ。これはさ、バイバイまでがセットなのかな。いつも疑問なんだよね。もうバイバイまで言うべきなのか否か。5期生ライブを先日こうやらせていただいて、そうバースデーライブがあってね、イレブンスイヤーバースデーライブがあって、でその時に5期生ライブもあったんだけど、その時にね、最後の自己紹介でサクタンが、サクタンさん、シュワシュワシュワバイバイって言って、まだライブ続くのになーって横でひそかに思いながら、ネギタンさん、シュワシュワシュワバイバーイ、バイバーイがね、バイバーイってなんか言い分かります？あのイントネーションがね、バイバーイって言うんですよ。さくらはね、サクタンさん、シュワ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 、サクタンさん、シュワシュワシュワ、サクタンさん、シュワ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 、サクタンさん、シュワシュワシュワ。これはサクタンの必殺技なんです。初期の頃の必殺技なんですよ。必殺技、サクタンさんと、うん、サクパワーと、え、サクスマイルと、うるおい桜。出しすぎ、出しすぎ、ちょっとそんなのか、お前。4つもあるんだ。サクタンさん、シュワシュワシュワバイバーイ。うん、うん。何これは、うまいけど。真似しちゃった。隠れじゃん、隠れだよ。もういおきは、うん、いおきと池田だから。そうだよね、そう、どっちでもいけちゃうのか。うまいおきでいけるやつは池田でもいける。最近気づいたんだけど、うんうん、
イから始まると、うん、馬行きのあの応用が効くんですよ。確かに、うん、そう、うまいけができるでしょ、うん、うまいの上できる、うまいろは、うまいろは、うまいろはができるあら、うまいろはです。うまいろは出ました、今日、はい、出してください。あ、どうしよう、じゃあいただきます。こちら、うん、お、うまいろはこれはうまいけどです。うん、おいしい。うまいの上、うまいの上なぎ。何それ、最近作り上げたの。うまい容器なら、じゃあ一発やっとこうかな。うまい容器出ました。これはうまい容器、うまい容器。はい、ありがとうございます。これはこれはうまいよき。四層が生み出すうまいよき。よきだろこれ。なんでわかるの。うまいよきって昔ほらわけわかんない滑ってたじゃんか。うまいよき私ぐらいかな。うまいよき、うまいけど、うまいよき。最初どうでしょう。うまいよき、うん、うまいよき。なんだっけ、あや、あやみーか、あやみー、あやみーってこうなの。なんかあやがこの間、うん、あやみーのポーズこれなんだよねって言ってた。両手でポーズついてたんだね。私もこの間それこそ愛知公演の時に、うんうん、の行きの車で知った。小川何ができるの。あや、あるんだよ。あ、そうじゃん、行くよ、はい、うん、あやみー出ました。あやみーです。うん、おいしい。すごい衝撃受けてる。そういう時なんて言うんだっけ。あやみー、 あやって、うん、なんかいいよ。必殺技がさ、いっぱいあるじゃん、うん、あるね。え、皆さんご存知なのかな。え、あやの必殺技何あるっけ。あと、あやみが多分一番だ。小川ワンダフル。そう、ワンダフルがあるの。小川ワンダフルだ。え、世に出してるのかな、小川ワンダフルって。見えぐりだけ。ああ、え、確かに、ま、あやって必殺技どこでやってるんだろうね。なんかあんまイメージないかも。なんかあやが可愛いからさ、必殺技しなくてもみんなやられてる感じする。あやは、あやはさ、可愛すぎて必殺技いらない、いらない。あやみ、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 みんなであやみ。